こんにちは。今回はプレミアプロを使って仕事が取れるポートフォリオの作り方を解説していきます。こちらは僕が作ったポートフォリオです。まずは自己紹介と使えるソフトを載せています。次はサンプル動画です。ビジネス系の動画とバラエティ系の編集をしたものを用意してみました。主にテロップデザインを見ていただくパートになっています。次にスキル紹介です。サンプル動画のパートでは使わなかったスキルをここで個別に出しています。そして制作実績をまとめました。今回は以前作り方を説明したものの中から3つ抜粋しています。最後は連絡先などを載せて1分ちょっとでまとめてみました。今回はこういったポートフォリオの作り方やポイントとなる部分を解説していきます。テロップアニメーションの作り方やエフェクトの動きに関しては別の動画で解説しているので割愛します。作り方が気になる方はぜひ別の動画もご覧くださいね。ではポートフォリオを作っていくんですが、いきなりプレミアで作り始めるのではなく、まずは構成を考えましょう。簡単にメモ帳に書いていけば OK です。ここでテーマがあればそれに沿った構成にしましょう。例えばビジネス系に特化したポートフォリオ、バラエティに特化したポートフォリオなどですね。自分がどの仕事を受けたいかによって決めてもいいですし、テーマ別でいくつか作り、応募したい仕事内容によって見せるものを変えるのもいいと思います。また尺が長すぎると最後まで見るのが大変だったり、途中で見るのをやめてしまう場合もあるので、1分から1分半くらいにまとめるのがおすすめです。僕が作ったポートフォリオは YouTube 系の動画編集に対応できるように、オープニング、自己紹介、サンプル動画、スキル紹介、実績公開、エンディングという構成にしました。オーソドックスな構成なので同じ流れで作っている方も多いと思います。次にもう少し細かく項目を書いていきます。サンプル動画はビジネス系とバラエティ系の動画を入れます。スキル紹介にはモザイクの追従、クロマキー合成、カラーグレーディングの3つを採用します。実績公開の動画は全体の尺を見て最後に決めることにしました。こんな感じで作りたいものがある程度固まったらプレミアで作業をしていきます。シーケンスを作ったら尺のガイドとなるテロップを作っていきます。先ほど作った構成のメモを見ながらブロックごとに分けます。この段階で各ブロックごとの尺もある程度目星をつけておくと制作がしやすいです。テロップが作り終わったらサンプル動画から制作していきます。バラエティ系のサンプル動画に関しては以前別の動画で解説したものを応用するので、ビジネス系のサンプルを作ります。動画素材は Adobe Stock という素材サイトで探しました。 Adobe のアカウントがあれば使えます。有料のプランもありますが、無料プランでも使える素材は多いです。素材が決まったらダウンロードします。テロップを入れてみたのがこちらです。ビジネス系の動画ではこのようなポイントテロップや内容をまとめた表を使うことが多いので入れてみました。元素材が暗かったので色も調整しています。バラエティではデザイン系のテロップやテロップアニメーションを入れて作れることをアピールします。さらにプラス要素としてワイプもつけてみました。
これでサンプル動画のブロックは OK です。サンプル動画で紹介しきれなかったスキルを個別に出していきます。ここはご自分が持っているスキルを入れれば OK です。ポートフォリオのテーマとは異なるスキルがある場合もここで補足しておきましょう。仮に応募した案件の受注が取れなくても、このスキルがあるなら別の案件を依頼したいという場合もあるからです。今回は以前紹介したおすすめエフェクトの中から2つ選びました。グローは使う機会が少ないので、カラーグレーディングの一環として紹介します。元素材との比較が見えるようにカラーグレーディングの前と後をリニアワイプで切り替えました。編集で合成を使うことも多いので入れています。どのスキルを入れればいいかわからないという方は基本のこの3つがおすすめです。紹介ブロックのラストは制作実績です。実際に仕事で作った動画を載せていきます。載せるときは著作権に注意しましょう。依頼者にもポートフォリオに載せていいかを確認しておくとトラブルが防げます。商品や人物の写真を使っている場合はそのまま載せられないことが多いので、その場合は別の画像素材に置き換えたりして対応しましょう。まだ実績がない場合は代わりにサンプル動画の種類を増やすのもいいですし、無償で知人の依頼を受けて作った作品があれば載せるのもいいと思います。今回はこのチャンネルで以前作り方を解説したキャンペーン動画、商品 PR 動画、そして Vlog の3つを実績として載せることにします。中身が決まったらデザインしていきます。まず背景の色味を決めます。自分が作りたい動画の雰囲気に合う色味を選ぶのがいいですね。僕はこういった色にして落ち着いた雰囲気を目指しました。これをベースにテロップの色味も決めていきます。この色を活かしたいので、先ほど作った紹介動画はブロックごとにネストします。スケールを 70% にします。空いた場所にはテロップを入れる想定です。動きはつけず、入れたいテロップの文言を打って仮置きしておきます。フォントや色味はこの時点で決めておいて OK です。はい、他のブロックにも入れたい文言を載せてみました。ここからデザインや動きを詰めていきます。自分で動きをつけるのもいいんですが、今回はモーショングラフィックステンプレートを使っていきます。動きがついたテンプレートで文字を打ち替えて使います。こちらも Adobe Stock でダウンロードできます。こういった動きはタイトル、このデザインはローワーサードと検索して見つけました。モーショングラフィックステンプレートは時短になるだけではなく動画のクオリティも上がります。色やフォントをカスタマイズして動画に合ったデザインに調整していきます。次にブロックをつなぐワイプを入れていきます。こちらも Adobe Stock でダウンロードできる素材を使いました。パッと画面が切り替わるよりもワイプでつないだ方がおしゃれですよね。色が合わない場合はエフェクトで調整します。わざわざスキル紹介のブロックに組み込まなくとも、こういった部分にこだわるだけでアピールになります。最後に音楽や SE を入れていきます。
クラウドソーシングサイトの仕事に応募する場合、ポートフォリオは名刺代わりになります。熱量を伝えたいときはかっこいい系の BGM を使ったり、真面目さを伝えたい場合はきれいめの BGM を使うなど、自分の印象が伝わるようなものを選びましょう。一般的なポートフォリオであれば明るい雰囲気の BGM を使うと好印象です。僕は明るい BGM にしました。さらに音楽の尺を調整して映像と音楽の終わりを合わせています。単にフェードアウトさせるよりも終わり方が綺麗ですよね。こういった一手間をかけることで細かい部分も編集してくれる人だということが伝わります。 BGM の雰囲気に合わせて SE もつけたら完成です。では改めて完成版を見てみましょう。背景がベタ塗りで単調になりがちなので薄く飾りを入れてみました。アイコンが出るタイミングやブロックが変わるタイミングで SE を入れています。全体的な色味は背景の色がベースです。あくまでサンプルやスキル動画がメインなので邪魔をしないように色数は少なくしています。ワイプは毎回違う素材を使いました。エンディングの背景にも薄くテクスチャを入れて光るフレームをつけてみました。はい、こんな感じです。ポートフォリオは同じものをずっと使い回す必要はありません。今の自分ができるスキルをまとめるものなので、経験を積んでスキルが増えたらまた新しく作ってアップデートしていくのがおすすめです。ということで今回は仕事が取れるポートフォリオの作り方を解説しました。構成やデザインを一から決めるので時間がかかりますし、迷って悩む方も多いと思います。 YouTube で検索をすれば他の編集者さんのものがたくさん見れるので、好きな雰囲気のものを参考にすると作りやすいです。素敵なポートフォリオを作って案件にチャレンジしてみましょう。そして実際に受注をして仕事をしていくときにおすすめなのが、左下に写っているこのオービタル2スターナというデバイスです。ボタンとスティックの動きにショートカットやマクロ機能を登録できて、片手だけで使えます。これがあれば作業効率がぐんと上がるので、より多くの案件がこなせるようになります。キーボードのショートカットがなかなか覚えられないという初心者の方にもおすすめです。説明欄にリンクを貼っておくので、気になる方はチェックしてみてくださいね。今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。